はい、ドクターウォッチですね。まあその昔、今から20年か30年ぐらい前ですよね。時計の王様といえばこのロレックスのプリンス、そして、バブルバッグのカバードという時代がありました。まあ、両方ともものすごい高いです。もう200万ぐらいですよね。でですね、まあそういうのはとても買えなかったので、買ったのが、いろんな無名なメーカーですよねのドクターウォッチですね。で、まあ、アメリカから買った、まあ、最初かどうかわかんないですけど、ドクターウォッチがですね、この、グリエンですね。グリエンのドクターウォッチを、まあ、買ったんですね。で、当時はですね、あまり、こう、詳しくなかったので、このグリエンのドクターウォッチに、ロレックスので使っているキャリバーが入っているっていうふうに思い込んでましたね。そのグリエンのドクターウォッチ買えば。でですね、まあそのキャリバーのことで言うと、ロレックスでいうキャリバー300っていうのはグリエンの877だと思うんですけれども、これがですね、このグリエンの、これ開けてみ、後で開けてみますけど、これは、グリエンのキャリバー300が入ってまして、まあ開けて、まあびっくりしましたね。違かったんで。まあということで、ちょっとドクターウォッチをいくつか紹介していきます。これは、グリエンのキャリバー300が入っているドクターウォッチですね。まあ、ドクターウォッチっていうのは、まあなんでドクターウォッチっていうかっていうと、まだ時計側のセンターセコンドがなかなかメジャーじゃなかった頃、お医者さんがどうしても秒針を見るのに秒針が大きい時計が欲しいということで、わざわざこの秒針だけ独立させて作ったんですね。だからもうセンターセコンドになっちゃうと、もうこれ必要じゃなくなっちゃうっていうね、時代のあだばだみたいな時計なんですけれども、まあ後から見るとこのデザインがとても面白いということで、レクタングラーの縦長の中でも、まあもっと独特ですよね。ということで人気が出たんですけれども、まあそういう時代のあだばだみたいな時計ですね。まあ今あっても面白い面白いですけどね。でこういうグリエンの、ドクターウォッチですね、これは。まあアールデコのイメージありますね。1930年代ぐらいにみんな作られているので、まあ、その以降はもう作られなくなってしまいますんで、まあ、非常にこう縦長で、迫力のある時計ですね。